皆さんこんにちは2017年一時ファイナル模試の公表を行いたいと思います私レック千人講師金城淳之介と申しますどうぞよろしくお願いいたします今画面の前でこちら動画をご覧の方ですねファイナル全国模試多分手元に結果ご覧いただいていることと思いますで まあ、あのここから本試験まで、まあ、8月の5日、6日が本試験ということで、まあ、残されたあと、ね、何日か、まあ、徐々に徐々に気持ちがです、ね、焦りとか、ね、こういろんなこう気持ちがないまぜになっていることと思います。私も受験生時代そうでした でまああのー、この好評をご覧頂い,いてぜひね勉強の、まあ、参考にして頂ければということで、まあ、5分10分ぐらい、えー、お話をさせて頂ければと思いますので,でまずですねこの模試の結果なんですけれどもあくまでも、えー、この模試を受けた時点のもう過去の話ですねその当時の皆さんの、まあ、その瞬間の実力であって。 そそれれ以以上でででもも下ないんですねただその日から今ご覧いただいているこの今日現在まで多分皆さんの実力はアップしてるはずなんですね。ですから過去の時点のこの成績を見てああ自分はダメだとかねあ,あ自分は大丈夫だとかどうこうする必要はなくてむしろ本番の8月5日6日に合格点取れればいいだけの話なのでね。だからこの模試で 例えば四百二十点以上七科目でね、四百二十点以上取れた人は当時四百二十点取れただけであって、八月五日六日も四百二十点以上取れるとは限らないので油断しないこと。もう一つ逆に四百二十点届かなかった人の方がまあ圧倒的に多いです。それも当時四百二十点に届かなかっただけであって、八月五日六日届けばいいんだから残りの日々努力しようよと。 実はもう非常にシンプルでしてであくまでもこのファイナル模試というのはその時点の皆さんの力を、まあ、サクッと輪切りにしたようなものですからまずあのそんなに深刻に受け止めないということこれが一つ。もう一つが、まあ、今言ったことと矛盾するようだけれどもとはいえ自分の実力を表したものなので復習をしっかり行うこととこれが大事です。ですから まあ、あの復習の仕方については、多分このこちらの冊子の方にね。えー、例えば、筆圧文とか、急所文とか、日文捨て文とか。いろいろ書いてあります。えー、まず、筆圧文。を中心に、しっかり確認をすることですよね、順番に。ある意味、日文捨て文はもう捨ててもいいです。はい、今から、それを細かく詰めていく。のであれば、基本的なところを二回、三回やった方が効果的。ですので、まず。 もう8月5日6日に向けてこの動画をご覧頂い,いてからもし復習をするのであればもう必達問だけでいいですあえて言えばね。で余力があれればば問ままででで手を伸ばしましょうとそれぐらいいな形ですよねはい、でもう一つじゃあもし以外も,もしの復習は一通りやったよという方はもうここから先何をすべきかというともう過去問だけです。 過去問だけに絞り込んでとにかく徹底的に回転させるということですね。で、あのそれも科目ごとに扱い方変えてくださいね。例えばすべての科目をじゃあ過去問じゃあ平成28年の過去問やろう60分で解こう90分で解こうとかそういうやり方はしちゃダメです。いいですか時間には限りがありますから万全と年度ごとに解かないでください。テーマごとにしっかりね。 例えばじゃあ財務なのであれば今日はキャッシュフロー計算書についてちょっとしっかりやろうとじゃあキャッシュフロー計算書過去問のキャッシュフロー計算書の問題だけやるんですとかねもしくはじゃあ企業系理論企業系理論であればじゃあ戦略論論論組織論マーケティング論ってありますよ、ね、じゃあまずじゃあ戦略論についてやっていこうと。戦略論の中の中 正しい選択肢だけ読んでいこうとかねそういうことでその例えば平成28年の戦略論の正しい選択肢だけをザッと読む27年の正しい選択肢だけをザッと読むというふうにあの問題を解くんじゃなくて「丸の選択肢ね正しいことが書かれている選択肢をザッとまとめ読みするこれもあのすごい復習になりますしまあ あとはまあ運営管理とか、K、ホ法務情報システムのような暗記科目であればなおさらですよねあの丸の正しいところだけざっと目をねガーッて鳴らしていくだけでもあの知識の再確認になりますしあのなんだこの単語は何だっけとかね分かんないのあればその場で調べればいいわけですしなのでここから先の過去問の使い方っていうのは解くんじゃないんですね。徹底して読む 選択肢を読む読んでそれを自分の血となり肉となり変えていくといったような勉強の仕方が一番効果的です。でそれもまあ,あの特に私のね講座聞いてる人はしょっちゅう聞いてると思うのでいやそれもやってると。だとしたらじゃ今度は「ツの選択肢ですよね。嘘が書かれている選択肢を正しく変えていくようにそこでまあそっちの方が時間かかるのでそれで頭を使う。 いう形で丸の選択肢の扱いとバツの選択肢の扱いを変えてくださいね。はい、そういう形で過去問を選択肢をですね、すべて使い尽くすようなイメージですね。よくありがちなのがもうあの消去法で皆さん解きますよね。で消去した選択肢ってもう読まないんですよ。もったいないんですね。だからこそ消去するんじゃなくて丸かバツかで。 扱いを変えるという形で過去問をしっかりこう自分のねもうあのなんていうんですかね、えー、もう読んだ瞬間にああこういうことだなってわかるぐらいになっておけばもうあの一次試験はほぼ合格したも同然だと思いますですので、えー、まあ残りの日々ねまずこのファイナル模試のまあ筆達問 をしっかり確認することそれが終わったらあとは過去問に集中すること「丸の選択肢と「×」の選択肢に分けてでまずは「丸の選択肢をしっかり読み込むことで時間が余ったら「×」の選択肢をどう修正していくのかという形で、えー、繰り返していくでそれと同時に、まあ、あのできれば財務受験される方は財務については必ず1日1問以上ね数字に触れる。 といいう形で感覚を研ぎ澄ましていただければなと思いますで最終的に8月5日土曜日が本番ですから8月4日の金曜日についてはその初日の科目ですね経済学財務企業経営運営の4科目を8月4日にでそのさらに1日前8月3日については8月6日の2日目科目ですね法務情報中小の3科目を8月3日にやると。 ということで、えー、計画を立てるとじゃあ8月2日1日7月31日とそれぞれこう残った日々で何の勉強をすればいいのかっていう計画も、えー、見えてくると思いますのでぜひ特にそういった計画されてない方はですねこの動画見終わったらすぐに、えー、カレンダーをね開いて自分の学習計画を立ててくださいはい、それでもう万全な体制をね、えー、作っていただいて であとはもうあのー、最後はもう粘りりととと頑張りとあとはもう体調管理ですよねなのであの季節のまあ梅雨明けて季節の変わり目でもありますしねあの本当に体調管理に気をつけてあとはもう8月に入ったら生ものを食べないとかね、えー、揚げ物の油に注意するとか夏バテに注意するとか、まあ、そういったところも含めて本当にもう体調が悪いとどんなに 勉強してもででですね本番実力発揮できませんのでその辺りも徐々に視野に入れて、はい、え悔い残さないように1年に1回の試験ですからねえ万全な体制を整えて頂ければと思います。で、まあ、8月5日6日試験終わりましたら8月の7日明けた月曜日に例年であればですねあの正解が発表になります。 ですから8月7日の、まあ、多分朝10時過ぎだと思いますけれども正解を見てで自己採点をしてで晴れてです、ね、あの2時に向けて、はい、もうあのその瞬間から自己採点をいち早くしてですっきりした気持ちでね2次対策をするともう一刻も早く2次対策した方が当然あの合格可能性は高まりますので。 ぜひそういった形でも8月の7日からは2時に入るぞというつもりでそこでまた気持ちを切り替えてやりましょうねですから今できることはまず8月5日6日をゴールとして徹底的にできることをやってくださいで8月7日以降はまた私がですね楽しい楽しい2時の講義でお待ちしてますので、はい、ぜひ皆さん一時サクッと合格してですね2時のね 講義受けに来てください。またあの動画なんかを通して皆さんにね二次でお会いできればと思います。またあの二次についてはまたあのいろいろ情報提供こういった動画なんかもしていきますのでまずは今ね一時に集中して頑張って乗り越えてきてください。はいというわけで1時ファイナルもし公表についてはここまでにしたいと思います。ぜひあの残りの日々無駄にしないようこれから先頑張っていただければと思います。お疲れ様でした。